ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ってこらー、霊夢、お前私のコップ割っただろ。なんでバレたの？似たようなの買っておいたのに。私との交換日記に書いてあったぞ。自分の日記と間違えて書いちゃったー。ごめんなさい。まったく、隠さず謝ってくれれば別に怒らなかったぞ。それに今回は私しか見ない交換日記だったからいいか、ツイッターなんかに誤爆してたら大変なことになってたぜ。というわけで今回は今しめがてらにツイッターの誤爆で起きた事件を6つほど紹介しよう。それじゃあ早速。ゆっくりしていってね。1、政党批判誤爆で懲戒解雇。四国放送公式ツイッター。トップバッターは四国放送公式ツイッターが起こした誤爆事件だぜ。四国放送は徳島県を対象地域とするラジオ、テレビの放送事業者だ。そんな四国放送が運営している公式ツイッターはイメージキャラのおもぞうをアイコンに、自局で放送する番組の情報を発信しているぜ。おもぞう可愛すぎてファンになりそう、フォローしようかな。まあ普段はリツイートを中心に活動してるから、おもぞうアイコンを見れるのはかなりレアだけどな。さてそんな四国放送公式ツイッターだが、実は2021年12月にとんでもない誤爆事件を起こしてしまったんだ。こんな可愛いアイコンで何言っちゃったの？実際の誤爆ツイートがこちらだ。思想強。よりにもよってとんでもないもの誤爆したね。ああ。公式ツイッターが突然公明党に名指しで、地獄に落ちろ、カス、といった暴言を吐いた形になってしまったからな。加えてハッシュタグにも公明党とその代表を非難するような内容を盛り込んでいたし、当然ながらすぐさまこの誤爆ツイートは炎上してしまったぜ。政治関係は荒れるのよ。間違いない。それにそもそも放送事業者は、政治的に公平な立場を取らなければならないという決まりがあるからな。そんな立場で特定の党を非難するつぶやきをしてしまっては、炎上するなという方が難しいレベルだ。想像の100倍やっちゃいけない誤爆だった。誤爆に気づいたのかこのツイートはすぐに削除されたものの、すでにネット上ではスクショが拡散され炎上騒ぎとなっていたぜ。また誤爆ツイートにつけられたハッシュタグから中の人のアカウントも特定され、過去のつぶやきに問題発言が多々あるとしてさらに炎上は燃え広がっていったんだ。やばい。芋づる式に燃えてく。こうして誤爆ツイートはどんどん拡散、炎上していき、2日後には四国放送から謝罪文が出される事態にまで発展したんだ。しかもこの謝罪文内で四国放送は公明党に謝罪するとともに、誤爆したラジオ局所属の社員を懲戒解雇したと発表したぜ。ひぃ。この人たった一つの誤爆で人生めちゃくちゃになってる。加えて社長とラジオ局担当役員が減俸処分、誤爆した社員の上司2人が減給処分、さらには管理体制にも問題があったとして公式アカウント担当責任者も減給処分になっている。この厳しい処分にはネット民も驚き、激しかった炎上もすぐに落ち着いていったぜ。いやめっちゃ厳しいな、想像の数倍厳しくて私もびっくりだよ。まあ四国放送側から、不戦不闘であるべき放送局の信用を揺るがしかねない。という発言が出ているし、やはり放送事業者が政治的に偏った発言をしたという点が問題視されたようだ。なぜよりにもよって立場上一番まずい類の発言を誤爆してしまったのか。まだ別の内容であれば救いもあったんだがな。たった1ツイートの誤爆で本人は懲戒解雇、周囲も減給で四国放送はイメージダウン。代償がでかすぎる。このように、誤爆は内容と立場によっては人生を一瞬で破壊してしまうこともあるものなんだ。もちろん個人の思想は自由だが、確認不足で誤爆してしまえばこのように職や社会的立場を失うことにだってなり得るんだぜ。2、悪口誤爆とガバ偽装工作で炎症最悪。元 HKT48 宮脇桜。お次は元 HKT48 メンバー宮脇桜が起こした誤爆事件を紹介するぜ。宮脇桜は2011年に HKT48 の一期生としてデビューし、その後日韓合同のガールズグループアイズワンとして活躍するなど華々しい経歴を持つ女性だ。また HKT 時代には選抜入り常連だったり、AKB 10周年記念曲でセンターを務めるほどの人気を誇っていたぜ。あら可愛い、まさにアイドルって感じね。そんな宮脇桜は、2016年に公式ツイッターを開設すると1週間足らずで9万ものフォロワーを獲得したんだ。ただ、開設からわずか2週間で、彼女はとんでもない誤爆事件を起こしてしまったぜ。いやいろいろ展開が早いな、何をしでかしたわけ？そのツイートがこちらだ。なんと宮脇桜は自身の後輩の体型を揶揄する一般人のつぶやきを引用リツイートし、パンパン、という悪意満載のコメントをつけたんだ。この明らかに公式アカウントで発信すべき内容でないつぶやきはすぐに削除されたが、ツイートのスクショがネット上に出回り大炎上することとなったぜ。いやどういうミス、そんな悪意しかない誤爆することある。おそらくは裏垢と間違えて、公式アカウントに誤爆ツイートしてしまったんだろうと言われているぜ。
この誤爆ツイートは彼女が裏垢を持っていること、裏垢で周囲の人間の悪口を言っているであろうことが容易に想像できたために炎上は凄まじい勢いで燃え広がったんだ。そりゃそうだ。特に後輩ちゃんのファンなんて激おこでしょ。しかもこの後、宮脇さくら本人が火に油を注いでしまったんだよな。というのも、宮脇さくらは誤爆ツイートを削除した直後に意味不明な文字列のツイートを何個も行い、外部からのアカウント乗っ取りを偽装していたんだよ。苦し紛れにも程がある。これにはファンも呆れ返っていたぜ。そもそも誤爆ツイートははっきり日本語で書かれていたんだから、その後尻滅裂な文字列のツイートをしたところで辻褄が合わず乗っ取りには見えないからな。加えて誤爆ツイートだけはしっかり削除していたし、何かを隠蔽したい下心が見え見えだぜ。乗っ取りを装うにしてはあまりに爪が甘いな。本当に SNS 適性が低すぎない。バレバレすぎて恥ずかしくなってくるよ。しかも爪の甘さはこれで終わりじゃなかったんだよ。このガバガバ偽装工作の後、宮脇さくらはトークアプリ755でファンに対しツイッターの不具合を報告していたんだ。その時の発言がこちらだぜ。一社員にツイッターを直す技術力はないのよ。ファンにも同じように突っ込まれてたぜ。こうして当初は真面目でプロ意識あるメンバーという評価を得ていた宮脇さくらだが、このガバすぎる偽装工作と誤爆内容のひどさから一気に炎上し、性格の悪さや腹黒さを指摘されることとなったんだ。これはやらかしにやらかしを重ねてるわ。最終的に時間とともに炎上は収束したものの、彼女の評判はガタ落ちしたぜ。ついてしまったマイナスイメージは今でも拭いきれておらず、ネット民からはことあるごとに裏や腹の底を探られているんだ。誤爆は完全なミスで起きるものだからこそ素が見えてしまう。それがあんな内容だったらマイナスイメージがつくのも無理はないよな。アイドル増大なしだよ。そもそも他人をけなすことはどこにも書くべきじゃないって。3、芸能界の闇に喧嘩を売る内容を垂れ流し。ロンブー田村亮。お次はロンブー田村亮が起こした誤爆事件を紹介するぜ。田村亮はお笑いコンビロンドンブーツ1号2号の1号で、ツッコミとネタ作りを担当しているんだ。相方の田村淳と共にバラエティからドラマまで幅広いジャンルの番組に出演しているぜ。テレビでよく見るお笑い芸人さんの一人よね。ああ、テレビ業界の大御所だからな。ただそんな彼も過去に誤爆事件を起こしているぜ。まず事件が起きたのは2017年のこと、ロンブー亮が当時未成年との交際をスクープされていた狩野英孝の謝罪会見を視聴していた際に起きたんだ。そんな騒動もあったわね。その謝罪会見はアベマ TV にて生中継されていたんだが、この動画には視聴者が匿名でコメントすることができたんだ。ロンブー亮はその機能を使ってコメントを書き込んでいたんだが、なんとアベマ TV のアカウントと彼の公式 Twitter が連携していたために、動画に書き込んだコメントがそのままツイートとして垂れ流しになってしまったんだよ。うわぁ、おっちょこちょいすぎる。しかも内容がかなり攻めたものでな。こちらが当時の垂れ流し誤爆ツイートだぜ。超大手事務所に文句言っちゃったよ。そう、彼は狩野英孝を擁護する発言とともに、記者や超大手事務所への文句を書き連ねてしまったんだ。この芸能界の闇に触れるような発言にネット上は騒然、すぐさま証拠スクショが拡散されてしまったぜ。狩野さんの問題もデリケートなだけに炎上待ったなしなんだよな。しかもこれを匿名でコメントしてたことがバレてしまったからな、批判もかなり届いていたぜ。ちなみに当初田村亮はこの誤爆垂れ流しに気づいていなかったんだが、アベマ TV のコメント欄で、亮お前干されんぞ。などのコメントを見つけたことでようやく誤爆に気づき一連のツイートを削除したんだ。気づいた瞬間心臓バクバクだよこんなの。てか天然だねこの人。そうなんだよ。結局この誤爆ツイートはニュースにも取り上げられるほどの大騒動にまで発展し、本人から公式ツイッター上で謝罪文が出される事態になったんだ。ただこの誤爆ツイートの意見に対しては賛同の声も多く、ただの炎上というよりは賛否両論あった大騒動という感じになっていたぜ。謝罪で済む誤爆でよかったよ。ちゃんと謝ったのも好感度グーだね。まあ本人からすれば炎上ももちろんだが、大手事務所の名前を出したことによる芸能活動への悪影響が一番恐ろしかっただろう。相方の田村淳もこの誤爆を受けて、怖っ、でも俺は腹くくった。今週が最終回かも。と自身の番組内でその影響を懸念していたくらいだからな。ひぃ、マジで干される可能性あったのね。大手事務所の影響力も、メディアの影響力も凄まじいからな。特に芸能界を牛耳っているのはそれらの力だろうし、ロンブー二人の恐怖はとんでもないものだったと思うぜ。結局この事件で彼が干されることはなかったが、本人は誤爆の恐ろしさを身にしみる事件となったな。天然さんはマジで SNS やるの気をつけな。連携してるの忘れちゃうとか心配になるよ。大きめのブーメラン刺さってるぞ。4、誹謗中傷リプを公式アカウントに誤爆。楽天トラベル公式ツイッター。
お次は楽天トラベル公式ツイッターが起こしたとんでもない誤爆事件を紹介するぜ。楽天トラベルとは楽天グループ株式会社が運営する旅行に関する予約等を行うサイト及びアプリのことだぜ。楽天カードマーンのイメージが強いけど、旅行関係も手広くやってたんだね。ああ、そんな楽天トラベルは公式ツイッターで日々おすすめの旅先を紹介したり、お得な情報を発信しているんだ。ただ、2015年9月に一度とんでもないツイートをしてしまったぜ。それがこちらだ。想像以上にドストレートな悪口だった。しかもこれはシンガーソングライターの柴田純が上げた自撮りツイートに送られたリプライ、つまり個人に向けて送られた暴言だったんだ。この誤爆リプは数分で削除されたものの、本人が別ツイートで反応したことで大炎上したんだぜ。そりゃそうだ、明確な悪意を感じるもの。柴田もこの暴言にはショックを受け、リプライのスクショを添付した上で、楽天で買い物もうやめます、と不買宣言までしていたぜ。ファンもこの心ない内容に激怒し、楽天トラベルに多くの批判を寄せていたんだ。炎上しないわけがないんですよ。てかなんでそんなリプしちゃったの。まあ間違いなく楽天トラベル公式ツイッターの中の人が、アカウントを間違えて誤爆したんだろうな。にしても中の人が公式ツイッターにアクセスできるような環境の中、他者に暴言を送ろうとしていたという事実が怖すぎるが。日常的に誹謗中傷してる可能性大じゃん。人の闇見せてこないで。最終的に誤爆リプの大炎上を受けて、楽天トラベルは公式ツイッター上で柴田に謝罪したぜ。ただ謝罪こそしたものの、その後誤爆が起きた経緯などの説明はなかったためにファンの怒りは収まることはなかったがな。逃げるな卑怯者、楽天トラブルもいいところだよ。まったくだ。しかも柴田はこの暴言リプライとその後の炎上にショックを受け、一時ツイッターやブログを休止するといった様子も見せていたんだ。にもかかわらず加害者側である楽天トラベルが相応の対応をしないなんて、ファンが怒るのも当然だよな。せめて事後処理はしっかりしてよ。またこの炎上中に、当時の楽天トラベルのお気に入り欄が柴田純のツイートで埋まっていたことも判明しているんだ。そのためネット上では公私混同しすぎだという意見や、担当者をしっかり処分すべきという声が多く上がっていたぜ。もはや怒るべくして起きた誤爆、公式アカウントはしっかり管理せい。結局中の人がどうなったのかは定かではないが、少なくともこの暴言誤爆で楽天トラベルの評判はぐっと下がっていたぜ。中には不買不利用を宣言する人もいたし、楽天としては停滞結果になっただろうな。よりにもよって個人への攻撃だもん。一般人でも批判されるべき行為なのに、大企業のアカウントがそれ言ったらもう終わりだよ。5. 前科ありのストレート悪口誤爆。SKA48 鈴木梨花。お次は SKA48 鈴木梨花が起こした誤爆事件を紹介するぜ。鈴木梨花は2010年に SKA48 の4期生としてデビューし、アイドルや声優として活躍しているんだ。ただ彼女もまた、とんでもない誤爆事件で注目を浴びることとなったんだぜ。アイドルの皆さん誤爆しすぎじゃないですか。アイドルの公式アカウントは個人管理が多い、そのため誤爆も起こりやすいんだろうな。さて彼女の誤爆事件が起きたのは2020年4月のことだったぜ。まずは誤爆内容を見てくれ。うわぁ、とんでもないストレート悪口。なんで姉妹グループ揃って関係者をこき下ろしてるの。そこら辺の闇には触れないでおこう。この誤爆ツイートはすぐに削除されたが、ファンによるスクショが拡散され大炎上したぜ。HKT48 のファンからはもちろんのこと、SKA48 のファンからもさすがにひどい特言を呈される事態になったんだ。多分宮脇さん同様裏垢と間違えたんだろうけど、裏でこういうこと言ってるのが分かっちゃうの怖すぎるって。ファンも怒りと恐怖でいっぱいだったろうな。この誤爆ツイートはかなりの勢いで燃え広がり、鈴木梨花のみならず運営にもかなりの批判が届くありさまだったんだ。結果翌日には本人、SKA48 のキャプテン、SKA48 の運営の3方面から謝罪文が出されることとなったぜ。たった一つの誤爆ツイートが3方面動かしちゃったよ。内容が内容だったからな。加えて SKA48 の運営の謝罪文内で、鈴木梨花に対し厳重注意と SNS アカウントの無期限停止処分を下したことが明記されていたぜ。正しい判断だと思うわ。裏垢含めて今後 SNS やめた方が身のためだよ。同意だぜ。ただ、鈴木梨花は過去にも同じような過ちを犯していたため、炎上はなかなか収まらなかったんだ。実は彼女は公式 Twitter 開設直後にもこんな誤爆ツイートを投稿し、物議を醸していたんだよ。二度のストレート悪口は許されないが、しかもこちらの件は完全スルーでやり過ごしていたからな。そのためもともと一部姉妹グループファンの中では印象が良くなかったんだ。そんな中で彼女がまたも誤爆ツイートをしてしまったものだからファンも激怒し、反省も成長もしてないと辛辣に批判されていたぜ。
うん、やっぱ SNS やめよ。露骨な悪口をわかりやすく書く時点で SNS 向いてないって。その方がいい気はするが、残念ながら現在彼女の SNS アカウントは復活している。今のところ問題は起こっていないようだが、なんだか関係ないこっちがハラハラしながら見てしまうぜ。二度あることは三度あるなんて言うが、こんな誤爆ツイートだけはもう二度としないでほしいものだな。自分の推しからこんな誤爆ツイートが出たらと思うといたたまれなさすぎる。お願いだから同じ過ちを繰り返さないでくれ。6. 超人気芸能人の放送禁止な過去ツイート。星野源。最後は誤爆ではないが、インパクトとぶっ飛び具合が伝説級の星野源のツイートについて紹介するぜ。逃げ恥コンの星野さんじゃん。私あのドラマ大好きだったのよねー。私も前はキュンキュンしながら見ていたぜ。さて星野源は霊夢も言ってくれたように、逃げるは恥だが役に立つのドラマで爆発的な人気を得た後、共演者の新垣結衣と結婚した人だ。彼は幅広い才能を活かし、俳優、シンガーソングライター、文筆家等として活躍しているぜ。顔よし、センスよし、年収よし、お嫁さんはガッキー。前世で世界でも救ったのかな。かなりの徳を積んだのは間違いないな。さてそんな超人気愛されキャラの星野源だが、実は彼は自身のラジオ番組で少年めいた下ネタをバンバン繰り広げたりとかなり破天荒な一面も持っているんだ。そんな破天荒さの一部として、彼の過去ツイートが話題になったこともあるぜ。それがこちらだ。これ流して大丈夫？多分大丈夫だ。さすがに読み上げることはできないがな。この他にも彼は自身の全裸速報を流していたり、トイレ情報を流したり、果ては胸に元気か語りかけたりしていたんだ。ちなみにまるで逃げ恥婚を予言したかのような下ネタツイートもあったぜ。星野源さんの真面目な表情のアイコンと相まってシュールすぎるんだが、これ星野さん干されるんじゃ。安心してくれ、ネタバラシをすると実はこれは星野源本人がつぶやいたものではないんだ。というのも、星野源の公式ツイッターは過去に宣伝用キャラクターだった、バカくんのアカウントとして使われていたものでな。このバカくんは無茶苦茶な言葉とともに星野源の情報を勝手につぶやくという設定だったため、当時のスタッフがこうした破天荒ツイートをしていたんだそうだ。びっくりした。ガッキーのくだりも、バカくんを演じてたスタッフがつぶやいたってことね。そういうことだぜ。まさか当時のスタッフも、彼が10年後にガッキーと結婚するとは思ってもなかっただろうな。ちなみに現在これらのツイートは削除されているようだが、ネット上にはいくつものスクショが出回り星野源の黒歴史と称してネタ扱いされているぜ。まあこれはおもちゃにされるよね。ああ、特にガッキー関連のツイートは壮大な伏線回収になっているからな。おそらくは半永久的におもちゃにされることだろう。炎上とかじゃなくて本当に良かったよ。一応当初は誤爆や捏造だとして若干炎上しかけてたが、公式がしっかり説明してくれたことでただの面白騒動に早変わりしたぜ。まあ炎上仕掛けの時でも、星野源のファンは、エロくない星野源なんて星野源ではない、と余裕全開だったがな。ファンの広報腕組み彼氏感がすごいな。一連の下ネタツイートに関しても、削除しないでほしいとの声が相次いでいたくらいだ。結局逃げ恥などで新たに星野源を知った人の中にこうしたツイートを叩く意見もあったために全て削除されてしまったが、発掘されなければ今でもファン公認の破天荒ツイートを見ることができたかもしれないな。ファンからすれば思い出の一部だもんね。けど不適切なのもわかるし難しいとこだわ。まあファンとしては寂しさもあるかもしれないが、不安要素は取り除いておくに限るぜ。それにこの下ネタツイート群が消されたところで、彼との思い出も彼の下ネタ好きも消えるわけじゃない。何よりスクショはバッチリ残ってる、思い出はいつでもここにあるぜ。いい話してる感出しながら意気揚々と下ネタツイートを画面に出すなぁ。というわけで今回はツイッターの誤爆で起きた大事件を6選紹介したぜ。誤爆って本当に怖いね。私は間違ってもツイッターやるべきじゃないなって思いました。私もそう思いました。もちろん人間だからミスの一つや二つあって当然だ。だが誤爆はそのたった一つが命取りになるからな。仮に本当につぶやきたかったアカウントに鍵がかかっていて他から見えないようになってても、その内容を誰からでも見えるアカウントに投稿してしまったら一巻の終わりだぜ。おっちょこちょいさんはやらぬがきち。さてそんなところで今日の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。